バックレイ級護衛駆逐艦は第二次世界大戦中期にアメリカ海軍が建造、保有した護衛駆逐艦の艦級。指揮方式から手形とも称される。1943年より運用が開始され、太平洋戦線及び大西洋戦線で主に戦団護衛や策的紹介の任務に従事した。第二次世界大戦後に海外へ譲渡された艦も含めて、 全艦が退役、除籍されている。なお、ネームシップの艦名は、ジョンディ・バックレイに由来する。本級の設計は、先行するエバーツ級をもとに、船体を5メートル延長して、ターボエレクトリック方式の手記を組み込んだものといえる。エバーツ級では、ディーゼルエレクトリック方式が採用されたものの、発電機を駆動するためのディーゼルエンジンについて、潜水艦。 揚陸艦への供給が優先されたために当初、計画の範囲分で妥協せざるを得ず、速力は当初計画の24ノットから21ノットへの低下をきたしていた。このことから、アメリカ海軍で採用例が多く、また大出力を確保しやすいターボエレクトリック方式が導入されたものである。ボイラーとしては、 小船用のものから発展させて、D 型に同型加熱器付き水管ボイラーが搭載されており、蒸気清浄は圧力 435LBF、インに温度摂取399度であった。蒸気タービンは単動型で、速度複式段落1段と衝動段落9段から構成されており、回転数 5600RPM。 短期出力6750馬力を発揮できた。これと直結された、同期発電機は、短期発電出力 4600kW、電圧2 7 0 0ボルト、サイクル 93.3Hz の参照交流であった。なお、高炭性向上のため、期間配置は、間、機・間、機の交互配置とされた。前後間室の煙時を結合した、煙突器部が、 外見上の特徴となっている。本級は、方向兵器と対戦兵器は、エバーツ級のものを踏襲する一方、船体延長によるスペースを利用して、超魚雷発射艦を搭載し、対水上打撃力の強化を図っていた。手法としては50口径3インチ艦射法が用いられており、艦首艦板と全部艦板出場、完備艦板艦に、 露天式の単装砲台一機ずつの計三門を備えている。また、広角機銃としては、当初は、対戦初期の米海軍で、標準的だった 28mm4 連装機銃を一機後部上部構造物上に備えていたが、後には、新しい標準となった 40mm 連装機銃に、換装された。射撃式装置としては、四方位板が、環境上に、 また副砲位板が広角機銃座の前方に設置されており、当初はいずれもマーク51が用いられたが、後に主砲位板については即居レーダーを備えたマーク52などに換装されることが多かった。対戦兵器としては、回収後の GMT 型と同様、5間板に片原式爆雷投射器を片原4機ずつの計8機、完備に、 爆雷投下機場2条を設置したほか、監視艦板の三ンチ砲座の間にヘッジホッグマーク10対戦迫撃砲が装備された。これは、旋回機構を持たない最初期の対戦前投げ兵器で、あるが、非常に優れた対戦火力であった。超魚雷発射艦は、戦団後衛時に敵通商破壊艦と交戦する場合を想定した対水上火力であり、三連装として、 戦体中部の上部構造物上に搭載された。ただし実運用上、雷撃の機会が乏しかった一方、航空機の性能向上に伴い防空強化の必要が大きくなっていたことから、戦争後期には魚雷発射艦を撤去し、その両側に 40mm 単装機銃を2機ずつ搭載する回収がなされた艦が多かった。本級は、 計画通りに154隻が建造され、護衛駆逐艦として最多の建造数となった。うち46隻はイギリス海軍に対応され、また6隻が建造中に高速輸送艦として設計変更され、チャールズ・ローレンス級高速輸送艦として収益した。ありがとうございます。